はい、どうも、デッドバイデイライトやっていきたいと思います。今回ですね、ヒルビリーを使って遊んでいきましょう。マップは治療し当たって最悪じゃねえか。しかも今回曲がるヒルビリーだぞ。おいおい、待って待って、これはさすがにやばくねえか。今までやってなかった監視プラス破滅が強いというのを聞いたので、これを使って遊んでいきたいと思います。マジで言ってる？使えるとこないよ。なんなら。ここぐらいからか？ここら辺から曲げていくか。いや強い、ヒルビリーは強い。これは曲がるヒルビリー、曲がるヒルビリーだとまさか新しいレリケンいいのでは。触ってるとこないぞ。触ってる人いない。触ったらわかるもんな。今自動交代してるから破滅ついてる分近くにいる多分。ここ回した人が多分救助に私行かなきゃっていう使命感出てる朝から。触ってないよな。あ、いたわ。あれ、こういうわけじゃないのか。強い。あ、最初とりあえず触ってくれないとダメなのか。なるほどね。あ、そういうからくりなんだこれ。あ、こっちにしよう。ちょっとだいぶ遠出してんな。はい、とりあえずみんなに発電機をまんべんなく触ってもらわなきゃいけないのか。ちょっとめんどくさいな。え、でもこれ曲がりが角曲がった瞬間にヒルビリーがいるとか怖すぎない？さすがに。あ、救助早っ。あ、今奥にいたな、一人。はい。この人、ここから出られないんじゃない？で、板使う。こっち行ってもらうか。はい。なんか新しくなったレリケンって少し板強くなった気がするんだよな。これで板使ってくれるっしょ。はい、ただ奥が回ってるのかな。あー、いや、もうちょっと今いけたな。ただこの人とあんま実施したくないんだけどな。奥さらに行く。そこ触ったもんね今。あぶね、こどこが板かよくわかんないからさ、窓枠じゃねえや、角とか曲がった瞬間いきなり板ぶち当てられるとこだから、そうはないよっ。いや、遅いんだよなこれが、マジでこれが嫌なとこなんだよな。単純にチャージが遅い。ドワイトいたぞ。いた。はいはい、これが好き、マジで。飛び越えたら死亡みたいな。なんだっけ、板2枚でよくやるやつ。避けられなくなるからな。いまいち関心よくわかんない。蹴らなくてもいいんじゃなかったっけ。どっか、今触れてるってことがあれ、赤くなってるとこは。関心エアップですいません。いや、触ってないな。あ、奥にいた。デビキン狙いたいな。二人走ってる。何してんだ。発電機を回さないか。回復したね、とりあえずさっき。ここねー、マジでねー、困ることが一つあって。かわいそう。この人かわいそう。めっちゃかわいそう。デビキンがはってなってた。めっちゃかわいそう、この人。ごめん。そんなつもりなかったんだ。この奥いるぞ。早くねえか。ちょっとねえ、さすがに早すぎませんか。はいはい。あ、ボルタイあんじゃん、素晴らしいじゃん。普通にダウンさせて放置しようと思ったんだけどな。あー、わかるよそこね。俺もここよく引っかかるからわかる。ストライクは死んでも食らいたくないので離れまーす。いける。じゃあそこか。なんかこれうまいこと当てられないかな。曲がり角を曲がったらそこからヒルビリーがいるんですよ。早く起こしてあげた。迷ってる。これ当てられないかな。いや、ちょっと待って、 なんで今左に膨らんだ。厳しいってこのマップマジで。当てんの奥行くよな。はい、どっち行く。
なんかよく見てんな。いやもう間に合わないんだよこれが、マジでしんどすぎる。よそ行くわ。やばいやばい、ちょ心が乱れてるぞ、心が乱れてる。しかも破滅し行ったな、こっそりこっそり死なないでくれ。これは終わらせるわ。じゃあね、もう一人ドワイトがいた。ただ気持ち的にはそろそろ1台つけたいもんな。あれこれどっから行ったらいいんだ。あとこのフックの位置がいまいちよくわかんない。はい、これで1人終わり。ただどこ回してる、ここじゃない、あの奥行った方向に行ったっぽいんだよな、スプバな。あーもうスプバ痛えな、普通に強いな。はい、遠く逃げる。負傷させるだけでもだいぶ違うけどな。なんかうまいことできないかなと思ったけど当たんないな。どうせなら当てたいしな、これっていうか。板多くない？本当に死ぬほど板あるくない？そこ回しろ、 OK。 これ2人だろ。さてはデビキンいるな。もうデビキンしかいないんだけど、なんなら裸ん坊。窓枠が多すぎる。はい、微妙にフェイントみたいなことできたね。で加速ブーストで、あこの周り行くのか。ビュン、はい。でドワイトが回した。あとあれだな、ネアも回すかも。さすがにそんなに早く回んないか、蹴ってないからな。監視勝つためにはちゃんと蹴らないといけないんだけど、でも破滅ないとな、正直監視だけって微妙だと思うんだよ。あ着いたわ。しかも発電機そんな固まってない。奥に一人いたけど、これスプバなんだよな。スプバダメージ食らってる分結構いいんじゃねって感じなんだけど。うわー何今のとこ空いてねえのマジで許せねえ。危ねえ、そこの杖板まで行かれなかった。さあ救助に行った方がいいぞ。おーきつすぎるここマジで。最初は運よく行ったけど、さあそこのフックに釣る。そこ2人で回してんのな。ダメだよ、回した。触ったら分かる。ドワイトがずっと負傷してんだよな。っていうより。あ、いた。ちゃんと蹴るわ。これ、追う必要ないな。救助行ってるもんな。ドワイト、ドワイト、早く。なんで見えてんの？この人。何なんだろうな、パックよく分かってないな。ちょっと早く拾ってくれ、早く早く早く。そこデビキンが悪いことしてんだよ、そこで。これでもデビキン追うかな。もし2回目出る。デッドハードなんだよデビキン。ネアが救助行くと思う多分。これ追わなくていいかな。体でブロック。絶対横抜けられないっしょ今の。いやこれ戻るわ。じゃあね、これ救助行くと思う。あいた。いやいいね。はい、でもストライクない、多分多分ないで釣る。はい、いや今の判断 OK マジで。あーそれ強っ、それ強っ、それずる、それずるくね。もうこの発電機回したすぎるでしょさすがに。これ起こされちゃうんだよな、しかもストライク怖えし。それ強すぎるだろ、ボルタイ残ってるから救助に行こうっていう考え強すぎる。ここもやってるもんな。はい、オッケー。
まだ疲労回復してなかったのかも。で、あっち絶対起こすから。で、これでデビキン終わりだよね。あ、やばい、2人で行かれるのはちょっとまずい。そこ死にかけの発電機なんですよ、その子。フックが遠い。しかし、はい、終わりじゃなかったっけ。 OK、 2人いる。これはドワイトかな。ネアスプバだったけど、この板あんま強くない。はい、でネアを負傷してるから、あと触ってないな。あ、いや、いるいる、スプーバーマン。待て待て、これで終わりだ。はい、いや、何回やってたチェーンソー、マジで。観客と、なんか、このハンマーしか使ってないような気がするんだけど。この人終わり。あれ、これみんな3回ずつ釣ってない？次のドワイト釣れたら。どういった？この辺にいるな。よし。あれ、どうだ？ 3 回釣ったよな、みんな。超絶均等釣り。12釣り達成したんじゃない？レリケンで。あ、でも結構動けるけど、これ直線的なところで接敵しない限りは、なかなかインコース攻めるとこうなるからね。難しいな、このマップ。